どうも、高橋シェフです、今日ね、琵琶湖でバス来てきた、ブラックバスなんですけど、ちょっと今もうフラフラになってきてるんですよ。早朝からね、早朝っても9時ぐらいから釣り始めて6時までもうほぼ休みなしのキャスティング、もう投げてほぼ休みなしにフラフラになりながら、もう絶対に欄干を釣るというだけのね、勢いでね、ずーっとね、ルアー投げてしてたら、もう今フラフラになってきてて、で帰ってきてね、で動画だけで言ったら、ね、2時間ぐらいあるの、そのね、撮影したのが。だからもうそれ全部、それを出したら見切れないから、それをね、2時間をパパパパッと適当にカットしてね、カットってね、で散々カットしたんだけど、まあ無駄に喋ってる場面が多いから、結局それでも30分ぐらいになるんだけど、まあクソ長い動画なんだけど、30分ぐらいの動画編集して、で今編集が終わって、今11時ぐらいかな。正直もうフラフラです。ちょっとフラフラしてきた。なのでちょっとね、塩焼きにするんですけど、今回内臓と鱗だけ全部取って、下処理だけしといて、内臓と鱗だけね、取ってね。で、明日、塩焼きにします。冷蔵庫に冷やしといて。ちょっと軽くね、さばきます。でも今回はよく釣れたけども、まあよく釣れたっつっても、やってる時間がね、何時間やったら、丸9時間釣りしてたからね。まあ移動時間とかちょろちょろあるから、まあ丸7時間はやってたよ。7時間キャストしっぱなしですよ。7時間。うん。で、全部こばすね。一回だけね、何?最後、濁りが釣れたんですけど、濁りが釣れる前にね、がっつり当たりがあったんですよ。で、多分バスっぽかったのよ。で、かなりでかかったの。重くて、なんだろう。もうかなり薄暗かったから、もう暗かったから、周りね。何時ぐらい ?5 時55分とか、そんなんかな。ちょっと、濁りするを釣り上げる直前。本当に濁り釣り上げる5分ぐらい前かな。ぐわーずわーって当たりがあって、ぐぐぐーってね、めり込んで、あ、これ絶対でかいと思って、ぐぐってパーって外れたの。で、外れた後にもう一回その、結構足元っていうか近いところでね。んで、もう一回ね、そのルアーにもう一回何者かがガバーってなんか来たの。あれ絶対バスだと思うんだよ。しかもなんかでかかったから、明らかに。だからまあ、釣り逃がしたバスはでかいって。ああ、逃がした魚はでかいって言うんだけど、間違いなくね、でかいのが来てたの。それがね、バスなのかどうか、多分バスだと思うんだよ。で、かなり、で、それもその後濁り釣れたからね、もしかしたら濁りかもしれないけど、多分あれバスだと思うんだよね。なんか暗かったけど、外れた後になんかもう一回なんか追いかけてきて、何者かが、ぐわーってなんかでかいのがね、ぐわーって足元で。だから、あれがバスだったら悔しいな。かなりでかかったと思うよ。間違いなく40オーバー入れていったような感じの、ゴツッとした当たりだったね。まあ、濁いかもしんないけどね。はい。すごいバス臭いです、正直。バス臭い。ブラックバスが嫌われる、ブラックバスがね、ゲテ者っていうか、バス食うのっていう理由はね、この匂いだわ。このね、内臓と皮膚の表面にね、バス得意の匂いがある。この鱗ね。うん。でもこれ、鱗を取って、内臓を全部がっつり綺麗に取ると、本当にね、美味しいですよ。美味しいっていうか、臭みが全くなくなる。内臓の処理と、あと鱗ね。いやー、だんだん疲れてきた。という感じでね、じゃあ明日、もう一回この明日動画作ります、これね、料理編を。なので、一回ここでちょっと止めて、一回止めますね。ちょっと、一匹だけ内臓を見る。内臓。これ内臓も臭いんだよ、バスって。得意の匂い。ちょっと研がないかな、危ないわ、この100円ショップの。綺麗、全然。
切れ味悪すぎ。ちょっと尖らない。一匹ね、バスの口の中にね、テナガエビが入ってたんだよ、釣った瞬間に。釣った瞬間のバスがね、これ内臓ね。あの、釣った瞬間のバスが、あの、何？テナガエビ。口の中にテナガエビの手が見えてて、まさにテナガエビを飲み込んでるのが釣れたんだね。あれ多分テナガエビがでかすぎて、あの何、テナガエビがあまりにもでかいから飲み込むことが全部飲み込めずに、ほんでなんかテナガエビだと思うんだよなあれ。で手だけ出てね、全部飲み込めない状態で加え込んでたバスだと思う。エビスルで釣って、で、テナガエビの手も喉に引っかかってて、明らかにあったからね。うぅ。はい、内臓、入念に取りましょう。もっともっと入念に洗います。内臓を入念に洗って、もっとこの辺きれいに洗おうかな。内臓をきれいに洗って鱗も取って、この状態で冷蔵庫に入れて明日塩焼きにしましょう。煮付けでもいいかもね。ちょっとこの辺の皮とかも全部きれいに取りましょう。でも臭みが全くなくなるんですよね、本当に料理すると。内臓をきれいに取ってやるとね、本当に全く臭みがなくね、鮎みたいな味になりますよ、ニジマスとか。よし、はい、コバス2匹目ですね。ちょっとまだ内臓残ってるな、もっと入念に洗おう。慣れてきたぞ。まずちょっと見づらいかな、まず首を落とすじゃないですか。よかった、なんか量が多くなってくる、めんどくさいからもう首を落として、なんかこんな感じで斜めに切った方がいいよ、これ包丁切れないから。でこの状態にしてこれでグワーって洗えばいいや。はい、下処理が完了しました。内臓を取って、もうここめんどくさいからこう斜めにガーン切っちゃってね。で内臓を入念に洗い込みました。これで冷蔵庫に置いときましょう。で塩焼きに明日します。お疲れ。水洗いして水につけとくか。ちょっとこの状態で、なんか血がさ、体の中に血がちょっとあるでしょ。それをちょっと水、ちょっとこのまま1時間ぐらいちょっと水にさらしとこうかな。でから冷蔵庫入れようかな。まあちょっと素人なんでね、高いシェフ言ってますけど、ちょっとさらしとこう。塩も振っとくか。聖なる塩でちょっと軽く塩締めしとこうか。これでちょっと小1時間置いてから、でから水気を切ってから冷蔵庫で保管しよう。そして明日塩焼きにしよう。はい、おはようございます。はい、朝になりました。ただいま何時かな、あと8時ぐらいかな。おはようございます。ということで昨日長江行ってね釣って下処理だけしておいたバス君たちですね。ちょっと鱗の取れが甘いかな。もう昨日フラフラだったんで、もう朦朧としながらやってたんです。朦朧として、鱗の取りが甘い朝見たらね。はい、ということでちょっと鱗取るか。鱗がね、鳥が甘いですわ。これは相当疲れたな、昨日相当疲れた、寝ちゃったから、なのでちょっと鱗をもう一回入念に取りましょう。結構ほらほら甘いでしょこれ、もう見たら一発だよ。これはね、料理人としてはねダメですよ。きちんとね、下処理きちんとしないと。まあ塩焼きにするんですけどね、匂い全く臭くないですよ、下処理したら。でもこれ匂い嗅いだら無臭です、ほぼもう匂い全くない。やっぱりあの鱗表面と内臓に臭みがある、だからそれさえ取っちゃえば匂い全くないです。下処理していきましょう。下処理ね、はい、で
朝食ですね。朝食はバスだけ。バスオンリーです。バスの肉。塩焼きにしようかな。ほら、ここの甘いよな、これ。鱗取れてないよ、これじゃ。これ話にならないし、料理人としては。ここ甘い甘い甘い。きちんとね、処理しないとね。よしよしよし。今、即興で思ったんだけど、あれだ。フライにするか。こんだけのサイズだったら、だからもうサンマおろし、これ下手くそとできないから、サンマおろししなくても、ここの上から無理やり全部小麦粉つけて、そのままフライにして、そんで塩焼きを食う感じで食えや、フライでもいいな。ちょっと悩むな。どうしよう。フライにしようかな。はっきり言ってフライの方がね、早いからね、上がるのが。塩焼きだったらちょっと時間かかる。ゆっくり。よーく見てね。裏表見なきゃ。フライの方が楽だし、正直、塩焼きにするのとフライにすると味が全然変わるんですよね。で、フライにするとね、なんかハゼみたいな味がして、フライの方が美味しかったかな、どっちかっていうと。まあ、塩焼きもうまいですけどね。ちょっとどうしようか悩むな。どうする？はい、昨日ちょっと疲れてね、鱗の取りが甘かったんで、今回、もう一回入念に鱗取りました。臭みないですよ。匂い。臭みない。悩んだ結局、フライにしましょう。フライにします。塩焼きから急遽変更。フライね。まず、下味つけましょうか。塩で。軽く。こんなもんでいいでしょう。はい。で、もうね、塩焼き用にね、水まで引いて、もう、セットもしてあったんだけど、急遽やっぱフライの方がいい。天ぷら。これね、いまだによくわかってないんだよ。まあ、ググりゃすぐわかるんだけど、天ぷらと唐揚げとフライの区別がよくつかない。パン粉とかなんかいろいろあるでしょ。天ぷらと唐揚げとなんとかの区別がようわかんない。何が天ぷらで何がフライで何が唐揚げなのかっていう。もう適当でいいんだけどね。ちょっとググって勉強してたら15分でわかんないけど。はい、こんな感じでね。はい、これで、ちょっと、こんな感じでね。今つけてるのは片栗粉ですね。片栗粉。で、骨があるんでね、骨まで食えないと思うんで、あ、でもこのぐらいのサイズだったら二度揚げしては食えちゃうかもしれないけど、まあいいや。骨は、だからこれをフライで揚げるけど、食べ方を塩焼きで食うと。フライで揚げといて、こう出しといて塩焼き風味で食うと。そのスタイルでいこうかなと思いますね。じゃあ小麦粉ちょっと丁寧につけていきます。ちょっときちんとね、結構細かいの、雑にやるとね、ほんとちょっと一手間加えるだけで変わってくるんだよね、料理ってね。裏側、この内臓にもちょっと片栗粉をね、きちんとつけて、均一にね、うっすら表面につくように片栗粉をきちんとつけていきましょう。で、これ汚いのが気になりますけど、まず火をかけて、で、植物油ね、これ入れましょう。植物油。うん、こんぐらい入れちゃうか。ちょっと多かったかな。はい。これで、ある一定温度になったら、入れていきます。あれ、温度確かめるのはね、こうやって、片栗粉は小麦粉ちょっと落とすんですよ、温まったら。落として、ぷわぷわってね、綺麗にスッと浮いてくる温度。180度かな、大体。よくわかんないんだけど、まあ、料理のとね。まあ、まだまだ、もうちょっと温めてから。で、バスをね、入れていきます。そうするとね、本当に美味しそうに見えますね。これでね。はい、こんな感じでいいかな。じゃあ、バス1分入れていきます。おい。おぉ。3匹入れるか。おい、おい、おい、おい。おいっと。おぉ。いいね。バス君。どのぐらい火を通すかは、表面がきつね色になるぐらいでいいんじゃないかなと。まだだね。もうちょいですね。うん、なんかハゼみたいな匂いしてきたぞ。
でもあれだね、先入観って怖いですよね。昔の日本人はね、あの、フナをよく食ってたらしいんですよ。自分の家の前でフナっつってフナをね。で、フナ美味しいらしいんだけど、あの、川にいるフナね。でもなんか、ドブ川に住んでるフナってイメージが強すぎちゃって、たまに今でもね、スーパーで売ってる店あるんですよ。フナの煮付けとか。でも見た瞬間、うわ、フナだと思って、とてもじゃないけど空気がしないんだけど、まああれがでも本当は美味しいらしいですよね、フナの。フナとか。フナはまだ食ったことないな、俺一回も。昔の人はフナね、鯉とかね、タンパク源で食ってたと思うんですよ。だバスめちゃめちゃ綺麗ですよ、これ。逆にあの、ウグイとか、ウグイがあるじゃないですか。ウグイもね、日本人ってね、昔から食ってたらしいんです、ウグイ。だけど、ウグイは寄生虫がいるんですよね。うん、だから入念に火を通さないといけない。ウグイはね、基本的に。まあ、だけど、ウグイは日本の伝統料理っていうか、あれみたいね。バスはどうなんだろう、寄生虫とかいるのかな。ウグイの場合はね、その内臓の腸内のところに変な寄生虫がいて、それでもし、あの、火が、投資が甘くてね、当たった場合は結構重症になるっていうふうにネットで見た。うん。だけど、バスの寄生虫ってあんまり効かないよな。バスは寄生虫つくのかな、腸内。まあ内臓もきれいにとってね、火もしっかり通すんで。寄生虫いたとしても大丈夫。基本的にバスは効かないよね、バスの寄生虫って。ウグイはね、いるらしい。寄生虫がね。いや、これいいよ。マジで。これいいよ。これいいよ。もうちょいかな。まだ色は変わってないもんな。もうそろそろ良さそうだね。もうちょいだな。うん、こんなもんだろ。この器にね、盛り付けていきましょう。やっぱり料理はね、盛り付けが大事ですからね。盛り付け。やっぱり料理は五感じゃないですか。目で楽しんで、匂いで楽しんで、見た目でも楽しむと。五感をね、刺激する料理。おーし。できました。じゃあ、あったかいうちにちょっとこれだけ食ってみようか。塩で食うか。塩ちょっとかけてみよう。パラパラって。パラパラって。ちょっとこれで食う。これ、多分これね、このままがっつり食えると思うわ、これ。このまんま。ちょっとこのまま食ってみるわ。あ、食えるわ。あ、でもちょっと骨気になるな。あ、骨ダメだこれ。あ、骨ちょっと気になるこれは。これ、うまいっすよ、めちゃめちゃ。ちょっとでも、骨が、お、ちょっとダメだ。こうやって食わなきゃ。こうやって。あ、でもやっぱ塩焼きと全然味違うよ。めちゃめちゃうまいっす。あ、これね、極上のハゼですね。両手で出せるけど、完璧に。またこの調理のね、抜群の温度できちっとやってますからね。両手に出せるけど。あれ？なんか、鮎みたいな味だな。鮎みたいな。完璧にね、両手いける、このまま。料亭でね、あの、パッと出せるレベルの仕上がりになってますよ。あ、これうまいわ。欲を言えば、30センチぐらいの釣って、35センチぐらいかな。あんまでかくなりすぎてもあんま美味しくないって言うんですよ。魚って。だからバスの場合だったら30センチぐらいのやつを、で、綺麗な場所で釣った魚を、三枚おろしにしてフライするのが一番うまいかな。これは味は変わんないんだけど、食べにくいな。ちっちゃすぎて。ちっちゃすぎて食べにくい。かといって、二度揚げしないと、骨がちょっと気になる。これうまいわ。ガチンコでうまい。ガチでうまいですよ。エビする。あ、これほんとほんとうまいうまい。朝食に持ってこいですよ。ちょっと味が足りないんで、醤油を入れる。醤油か。味が足りない。いや、これ朝食にいいわ。俺の朝食はバスになったね。
マジでうまいっすよ。エビスルー。いや、これうまいっすよ。ガチで。みんなも食ってみたらいいよ。でも、ドブガの空気しないよな。あと、食う前にね、バスの表面の匂いでね、同じこと何回も言うけど、釣って手で触ったら手にバスの匂いがつくじゃん。あれで臭いってイメージになっちゃうんだよね、また。全く匂いがね、なくなるんですよね、こうやってウロコとでも。ウロコと内臓サイトで。かなりうまい。ということで、全部食っていきます。じゃあ皆さん、またお会いしましょう。あ、もうちょっと喋る？もうちょっと喋る？昨日ね、またね、YouTube 動画でね、プロの人のね、バス釣り見てたらね、相当恥ずかしいんだけど、俺の動画。その前に、ポイントだな、やっぱり。うん、俺が分析した結果ね、やっぱりね、ビッグバス釣るにはポイント。で、地元のため池とかならさ、いいんだけど、ああいう広大なね、琵琶湖になるとね、やっぱポイントだから、まあ、季節にもよるんだろうけど、そのビッグバスがいるポイントにまず行かないといけないね。おかっぱりから釣れる可能性のポイントもあると思うんだよ。この辺が実は出やすいとかね。ちょっとその辺を研究して、そこで集中してやらないと、いつまでたってもね、小バスがいるところにね、一生懸命投げてもね、釣れるのがひたすら小バスが 99%、 40オーバーが釣れる確率が 0.0001% とかなっちゃうんで、あそこはちょっと大きいのいるのかな、まあ30ぐらいないそうだけど、ポイントを研究してね、今後やっていこうと思います。じゃあ食べます。お疲れ様です。ポテトフライみたい。うまいよこれ。ガチで。エビスルー。